23の時から。でこちらのお店、はい、23、はい、の時に営業されたそうです。昭和53年です。53年から、はい、エビ飯っていうのは、まあ、岡山のソウルフードって知られてるんですけど、はい、なぜそのエビ飯をエビ飯を作っていこうと思ったんですか。これはね、僕が小さい時から調理師を目指していつかはお店を持ちたいなと思いまして、修行を5年ぐらいしまして、それからまあこちらの島津というところへ出したんですけど、その当時はもう今から言うともう50年前になるんですけど、こちらのウードというんか海のそばと地がたまたま越え立地があったいうことで、まあ、ここに決めたんですけど。ってことはあれですか、もうその牛窓がその、まあ、リゾート地というかそのペンション時代より前のどっちかいや同時に並行ペンションとうちとが同じくらいの感じでオープンしまして、そう生活10年はちょっとあんまりうちは大したことなかったんですけど、それからちょっと改装しまして、それからです少しずつ、まあ、簡単にね説明するとどんな感じなんですかね。そうですね、もうエビ飯、小エビが入ってまして、それに玉ねぎを、黒いソース、これはまあうちのオリジナルなんですけど、ケチャップが多めに大多数なんですけど、あとカレー粉が入ってます。はい、色自体はもうカラメル、コーラの色付け。他のお店とのそのエビ飯との何かその違いっていうのがある。はい、僕自身がどっちかいやあんまり濃い味が好まないんで、どっちか言えばもうあっさりしたちょっと薄めの味で、あとおかずと一緒に合わせたらちょうどいいかなという感じで提供させてもらってます。エビ飯の上にそのカレーをかけるとなると、やっぱエビ飯のね、そのエビ飯もすごい濃いんで、どうなっちゃうんだって思ったんですけど、まあ、こちらのお店ではすごいあっさりしたエビ飯ということで、はい、そうです。そこにまたカレーをかけちゃうとまたさらにぐっとね味が引き立つというか、はい、注文ってあったりするんですか。単品注文もございます。店舗の方で牛窓の海賊の店舗と岡山市内のスーパーのエブリさんというのがあられるんですけど、そちらでも販売、別に工場がございますのでそちらで製造しております。それってちょっとどんな感じか見せていただくことができるか。